ジョセフ・エストラーダは、フィリピンの政治家、俳優、前マニラ市長、元フィリピン大統領。愛称のイラッペは、兄弟というタガログ語ペアの綴りを逆さまにしたもの。マニラでも貧しい地区トンドで生まれるが、彼の家庭は、中流階級であった。アテネオで、マニラ大学を退学になり、マプア工科大学に入学するが俳優になるために、中退。 100以上の映画に出演。元俳優の大統領という経歴はアメリカ合衆国のロナルド・レーガンと共通している。妻はフィリピン上院議員のルイザ・エストラーダ。1998年のフィリピン大統領選挙において約40%の得票率を得て当選。経済を活性化させるために 特定の富裕層向けの優遇政策を打ち出すが、通過ペソの下落を招くなど、かんばしい結果は得られなかった。13という数字は、キリスト教において不吉な数字であったため、自身のことを、戦後9番目の大統領と名乗っていたが、不正蓄財疑惑により、フィリピン議会から弾劾の卒業を受け、皮肉にも2000年11月13日に、弾劾同義が成立。 6年の大統領任期を大半を残して退陣を余儀なくされた。この一連の出来事を1985年に起きたエドサ革命の続きとしてピープルパワーにと言われている。その後、不正蓄財で逮捕されるも2007年恩赦を受ける。2010年の大統領選挙に立候補し25%以上の票を獲得するも第2位で落選。 2013年のマニラ市長選挙に出馬し、現職を破り当選。2019年に落選するまで務めた。エストラーダは、アメリカの女優クレア・デインズのフィリピンに対する侮辱発言で大激怒し、デインズに対して永久入国禁止令を出した。ありがとうございます。